はい、こんにちは、の野丸です。えー、今日はね、うちの中から撮影してます。よろしくお願いします。えー、東京地方ね、えー、いい天気ですね。えー、晴れです、えー。多少雲がね、出てるんですが、まあ、ほぼほぼ快晴です。えー、今日はね、10月の27日ですね、えー。金曜日です。明日からまた週末ですね。で、まあこ、今月もね、もうあ終わりです。いや来月、もう11月、えー、早々とね、やってきますがね。 えー、だんだん寒くなってきますんで皆さん体調には気をつけてくださいはい、えー、今日のテーマなんですけどえっ、ー、と後半戦の影響はてなマークで、えー、血圧の低下っていうお話ですはい、まあ、ちょっとね血圧が低下していてちょっとめがいがしたりしますえっ、ー、とねあんまりいい状況ではないんですがまああの別に倒れるほどではないですけどまあ倒れるかなわかんないちょっとね えー、立ちくらみをしたりするので、血圧が多少下がってるのかなと思います。えーね、昨日はねまだ良かったんです。今日はねちょっとふらふらっとする時きあります、えー。気をつけないといけません。あのー、血圧がね上がってるんではなくて、ね、低下してるんで、えー、その辺はね、えー、ちょっと気をつけないといけないんですが、えー、まああのー、以前のねあの何て言うのかなトイレ起きてていきなり意識なくなるっていうことでもないのでまだいいと思うんですが。 えー、そうなる可能性もあるのでね、注意しないといけません、えー。まだね、ちょっと抗がん剤の影響が多少は残っていますので、えー、その辺をね、気をつけていかないといけません。で、今日はね、午前中、えー、っとね、まあ、娘の、えー、洗濯も干し、えー、いっぱい洗濯してね、いっぱい干しました。半が2個分ぐらいだったんですが、えー、多分ね、まあ、夕方にはバッチリ乾くんじゃないかなと思いますが、今ね、ちょうどね、えー、お昼12時過ぎ、 これからね、えー、後でまたね、食事をとりますが、その前にね、ちょっとパン食べたりしたんですけど、朝はね、あの、昨日のね、えー、夜の残りのおかず、あの、えっ、ー、と、サーモンのね、スープをね、えー、作っていただいたんです、それ野菜結構入っていて、えー、それをね、食べてご飯と一緒に食べましたね。意外と美味しかったです。まあ、そんなわけでね、あのちゃんと食事もとっていますが、まあ、多少ね、 えー、抗がん剤の影響だと思いいます、あのー、血圧の低下っていう風に、ね、ありますだから結構ね怖いからね車の運転とかねちょっとまだできないのかなと思いますえー、まあ車運転することはないんですが、えー、車の運転とかねあとなんか乗り物の運転はねあまりしない方がいいのかなと思ったりしていますまああのー、もうちょっとしたらねだんだんまた元気になってくると思いますはいまあねあのー なんだろうね。ええー、毎年2回ぐらい倒れて、えー、血圧低下であったんですけど、1回目はね、あの、トイレにいきなり起きたら、本当意識なくなってバタって倒れたんですけど、ね、あと、ここがけ、怪我してのはちょっとやっぱり、ええー、意識が朦朧としてね、倒れたんですけど。まあまあまあ、でも、あれから比べるとね、だいぶ体調はいいんですけど、ええー、多少の血圧の低さっていうのはあります。 で、本当にね、ひどいとね、上70とかになっちゃうんですよ。上70代。だから、非常に悪いです。で、ちょっとね、100、上100最低ないぐらいとちょっとね、やっぱり苦しいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、高血圧より低血圧はちょっと問題が大きい、大きすぎるので、えー、やっぱりね、免疫力もやっぱり落ちるし、血圧が低いとね、 えー、その辺のところね、ちょっとね、やっぱり気をつけなきゃいけないのかなと思います。で、なるべくね、あのー、本当ね、えー、いきなり立ち上がらないとかね、そういうことをね、しないといけません。えー、気をつけないとね。で、まあ、あのー、今日もね、本、え、当、ー、はね、午前中、あの病院に行く予定だったんですけど、ちょっと、えー、やめました。えー、まあ、あんまりまた具合悪くなってもしょうがないので。 ま、来週以降で大丈夫なんですけど、ま、放射線科の治療、治療じゃないで、診察なんで、えー、特別何か、あの、するわけではないんですけど、あの、一応、えー、ドクターと、に、あの、会って、こう、話をするって形の、えー、携帯を取ってるんでね、えー、まあ、行かなきゃいけないっていう風にはなってるんですけど、まあ、まあ、でも、あの、行かなかったから特別問題があるわけではないんですがど、まあ、ちょっとね、来週以降にね、えー、持ち越しになります。 はい。まあ、それからね、クリスマスツリーをね、ちょっと出しました。えっ、ー、とね、もう、フィリピンの方だともう、えー、もう9月ぐらいから出てたりするんですけど、うちはちょっと遅くなっちゃって、ね、10月終わりぐらいになっちゃったんですけど、まあ、あの、週末ハロウィンなんですけど、えっ、ー、と、フィリピンのハロウィンよりも、もう全然もうクリスマスのシーズンです。えー、もう、本当に9月ぐらいからね、えー、ツリーが出てたりするんですけど、まあ、このまま夜ね、電気つけたりしますけどね、 えー、クリスマスシーズンが始まっています。まあ日本だと、まあ、ハロウィンなんでしょうねあと来月になると鳥の市があったりとかいろいろそういうのがあるんですけどまあまあ、あのーうん、うちは、ね、フィリピンタイムみたいな感じになってるので、えーまあ、クリスマスツリーを出しましたけど、えー、まあその中で娘とね昨日ね夜ね、えー、こうこんな、えー、飾り付けをねいっぱい、えー、ボールをつけたりとかね松ぼっくりみたいなのつけたりとかねいろいろしましたけど。 ええー、そんなわけでね、ええー、しっかりね、クリスマスツリー出せました。ええー、まあ、うちはね、ちっちゃいクリスマスツリーですけどね。あのー、結構ね、いろんなとこ、フィリピンだとね、あのー、ショッピングモールとか行くと大きなショッピングモール。あの、もう、あのー、1階のね、ええー、入り口のね、ホールにね、バーンってね、クリスマスツリーバーっと出てます。だから素晴らしい、あのー、ツリーになってるんですけど、まあ、日本はまあ、クリスマスの、こう、 飾りとか売り始めるのって12月に入ってからですよね、やっぱりね。その頃がね、クリスマスシーズンだと思いますが。まあ、だいぶ日本と、えー、フィリピンで様子は違いますけどね。えー、そんなわけでね、えー、まあ、クリスマスツリー出しました、えー。早くね、まあ、どんどん月日が流れるのは楽しみにしてるんですが、まあ、私の方のね、血圧がね、こう、もうちょっと安定してくれるとね、すごく助かるんですが。 はい、すみません。ちょっと、水分を取らせてください。今日は、ブリタの水です。いただきます。よっこい、ちょと。いただきます。あ、いいですね。はい。今日はね、そんな部屋の中暑くないんでね、意外と喉はあんまり乾かないんですけど、まあ、水分ね、なるべく取った方がいいというふうになってます。ちょっとね、腎臓の機能が、あのー、 うん、まあ、中蔵地なんですけど、前よりちょっと、えー、数値がね、あの、良くないんで、水はまるべくばんばん取った方がいいとい、医者に言われてます。はい、あと、まあ、今日金曜日なんでね、まあ、明日からまた、えー、週末で連休、お休み、連休っていうかね、土日お休みになりますね、皆さん。えー、ただ、あの、うちの娘はね、明日保育園に行ってもらいます。あのー、 うちの奥さんがね、なんかいろいろやることがあるので、保育園に、ね、出勤、出勤というかね、えー、行ってもらいます。で、娘もね、昨日なんかね、あの、保育園の畑があって、畑でさつまいもがいっぱい取れたって言っていて、あの、保育園迎えに行こないで行った時ね、あの、なんか芋2会みたいなのやるって。芋煮会とか、焼き芋なのかな。なんかね、あの、甘くて美味しかったってね。 散々言ってました私あの保育園の、ね、入り口に行ったら芋が、ね、いっぱい置いてあるからね売ってんのかと思っていくらですかって聞いたら「いや売り物じゃないんです」って話で、えー、昨日ね木曜日になんかね、えー、芋をみんなで食べるよっていう話を、ね、してたんですけどなんかねあの昔ながらのね何て言うのあれベリアズマみたいなああいうなんかねいびつなこんな形のいっぱい。あの よくスーパーとかあの八百屋で売ってるあの形のいいさつまいもではなくてなんかあのわけのわかんない形だったりこんなでっかかったり丸かったりとかえいろんな形のね芋があって多分子供たち掘ったんでしょうねあれね芋だからなんかそれをねみんなでねえ食べるということで昨日食べたらしいんですけどえ娘に聞くとなんか甘くて美味しかったって言ってねえ言ってましたねだから芋はね結構ねお腹にいいしね えー、栄養も結構あるのでまあまあいいかなと思ってね、えー、見てましたけどはいまあそんなわけでね僕もね血圧がこう今日低くてねあまり、えー、午前中に、ね、動けなかったということで、えー、大変でした今ねだいぶ良、えー、くなってきたので、えー、これからちょっとね、あのー、買い物に出かけようかなと思っていますが 娘の洗濯物とかは、まあ、ほぼほぼ終わってるし、まあ、これでいいのかなと思っていますが、まあ、そんなわけでね、あのー、本当ね、体調がね、ちょっと日々変わったりするので、えー、なかなかね、えー、僕もね、えー、大変です。だから今日、あのー、もう落ち着いてると思ってね、あのー、なんかスケジュールをね、午前中に入れたりすると、その日ね、全然ダメだったりとかすることが、えー、多々あるので、えー、十分注意してね、やっていかなきゃいけないのかななんてね、僕、思っていますが、 えー、まあ、これから徐々にね、また、もうちょっとね、体調元に戻ってくるんじゃないかなと考えています。えー、いろいろね、大変だと、えー、自分で感じてますが、えー、少しずつね、日常生活にね、なるべく近づける、前のようにね、動けるようになってくることをね、僕は願っていますがね。えー、まあ、それはいつになるのか、まあ、ちょっとわかんないですけど、まあ、ドクターと前に話したときはね、 ああ、ま、少しずつ戻ってはきますよって話なんですけど。まあ、あとね、あのー、ガンが一応ね、消えてはいるんですが、まあ、経過観察でまた再発することも、えー、十分あり得るので、えー、それはね、ちゃんと覚悟しておかないといけないのかなと考えています。あ,あとね、食事をね、しっかりしていきたいなと思っています。あのー、バランスいい栄養食をね、ちゃんと。 で、取っていかないといけないと思います。なんかね、うちの奥さん買ってきたね、食パンめちゃくちゃうまくて、えー、っと、400円ぐらい、350円だか、そのぐらいの食パンを買ってきてくれたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて。あの、なんかスーパーとかコンビニとかなんか売ってる、あの、えー、っと、一斤百100円ぐらいのパンとね、全然味が違いますね。えー、全然美味しいです。やっぱり、あの、それなりのね、パンを買わないと、やっぱ美味しくないしね。えー時、時、まあ、かパンばかり食べてたなんかあんまり良くないので、 私ね、パン食べ過ぎるとね、下痢するんですよね。小麦粉ってやっぱりそんなになんか、あれかな、えー、っと、変な小麦粉を食べると下痢するんだよね、なんか。だからあのスーパーで売ってる、あの、量販店の,あの工場でいっぱい作ってるやつあるんでしょあのパンはね、めちゃくちゃ下痢するんだけど、なんか、本来、あ人間って小麦粉、あんまり食べちゃダメなのかな、なあの、白いくなった。よくわかんないけど。 まあそんなわけで、あのパンもね食べ過ぎずには気をつけていきたいと思いますが、はい、そんなわけでね、しっかり午後ね、だいぶ動けるようになってきたんでね、活動していきたいなと考えています。またね、明日、あさってね、ちょっと動画はね出せないんですが、また月曜日ね、ちゃんと作成していきたいと思います。皆さんね、最後の見てくれてね、どうもありがとうございました。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。 このチャンネルでは、えーっとね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、えー、それから、ねえー、子供との、ねえー、こう接し方の話とかいろいろ日常で起こることの、ねえー、出来事とか、ね、あと解決方法の、ね、話とかをしていきたいと思いますよかったら、ねえー、見てくださいよかったら、ね、あのチャンネル登録よろしくお願いします今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございましたはいあけみちゃんバイバイ、はい <laughs>